ショ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  DD 少年探偵団ショ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  DD 少年探偵団。こんばんは、 DD ネコちゃんです。にゃりん、今夜も DD キティ TV の時間です。DD 悩んでます。眠れない、眠れないとば言わないまでも眠れないほど悩んでます。何を悩んでいるかと言いますと、これ見えますかね、映ってるかな、ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、毎度ありがとうございます RJ30 DD はね、安いトイレットペーパーを買っているんですけれども、それが使い切って一玉ワンロール終わりました。そうすると当然トイレットペーパーの中から芯が出てきますよね。で、毎度ありがとうございますと、もう何気なくね見て、あ、なるなるほど、あのラーメン丼にね、毎度ありがとうございますと書いてると同じ手法なのか、ああありがとうございます、じゃあまた次使いましょうかっていうような感じでね、これをポイして新しいロールをセットする。まあこれはね、皆さん多分誰でも同じだと思うんですけれども、最初は気にならなかったんですよね。毎度ありがとうございますって書いて気にならなかったんですね。1個使い切ります。で、またトイレットペーパーが1個なくなります。そうするとまた芯が1個誕生しますよね。で、そこにもまた毎度ありがとうございます RJ30 と書いてあるんです。まあ、2個ね、何かなと思いながらね、この RJ30 って何かなと思いつつ、まあそんなはね気にならず、またポイとして、また次のトイレットペーパーをセットしますよね。で、また、トイレットペーパー使い終わりましたら、また新しい芯が出てきますよね。毎度ありがとうございます RJ30。 さすがにですね、 DD3 つ使い切ったあたりからですね、トイレットペーパーを、この RJ30 って何を意味してるんかなっていうのね、気になり始めまして、誰かにね、聞くのもあれですのでね、まあ、DD は基本的にね、あんまり人に聞くのが好きじゃないので、今の世の中はね、昔と違ってすぐインターネットで調べることができますので、いろんな角度から検索ワードを考えて調べたんですけれども、出てこないんですよね。で、今日さすがにですね、もうこの何なんだろう、これはもう DD にこの暗号をなんか解いてみろって言われてるみたいな感じでね、今日一日結構ね調べてたんです、インターネットでね、会社名で調べたり、商品名で調べたり、商品コードに関係してくるんかな、もしかしたらこのね再生紙の関係の、番号なのかなとかね、いろいろ考えて、さすがにですね、もうわからなくてですね、このトイレットペーパーを製造している会社に電話しようと思ったんですけれども、不思議なことにね、その会社の電話番号がね出てなかったんですよね。インターネットでね、このトイレットペーパーの商品を売ってる、会社さんありました。で、商品に対する、質問を受け付けるメールアドレスはあったんですけれども、さすがにね、そこまでね、そのお店がね、その商品を作ってるわけではないので、ちょっと聞くのは申し訳ないなというようなことで、そこでちょっと踏みとどまってですね、解決もしない状態で今、止まってる状態です。まあ、そこに聞けばね、多分メーカーさんに聞いてもらうことは多分できるんでしょうけど、ちょっとね、なんて言うんでしょう、なんかそこまでして聞くものなのか、リリーね、正直ね、今回すごく悩みましたね。そこまでして聞くものなのか、これは何を意味してるのか、これはもしかしたら会社名の何かその俗称であったり、社長のイニシャルだったりとかっていうことなのか、まあ気になってはいるんですけれども、まあ、正直ね諦めました。まあ、このね疑問を、まあ、インターネットの海に、まあ、今回このような形でちょっと流させてもらおうかなと思ってます。そうするとね、まあ、いつかもしかしたら誰かがコメントを書いてくれて、それはこういう意味だよとね教えてくれる人が現れるんじゃないかなというのを期待して、今回はもうインターネットの海に、流そうと思います。なん
かね気になるんですよね。皆さんないですかね。で、まあ、結局どういう状態になりましたかというと、あるよあるよのうちにですね、悩んでて DD はどういう状態に陥ったかというと、まあ、こんな風にねトイレットペーパーがたんまりたまって、挑戦状毎度ありがとうございます、RJ30 っていう挑戦状だけがトイレに山ほど、散乱している状態で、DD は、頭を悩まかしているというような状況で、今日それを解決するために動いたんですけれども、解決せずというようなことでした。あ、一気にちょっとね喋りましたけどね、皆さんもなんかそういうことないですかね。疑問に思うこと、考えて考えて調べて調べて、わからなかったら、もうこれは聞くしかないですね、最後の最後は。さあ、なんかねわけのわからない話、トイレットペーパーの話からねわけのわからない話になっちゃったんですけども、さあ、結局何を話したかったのかよくわからないので、まあ、ちょっとね、今週のピアノの成果を、皆さんに聞いてもらおうと思います。多分練習が足りてないと思うんですけれども、だいぶ指がね動くようになってきてます。いや、まあ、先は長いは長いですね。でも楽しくやってます。さあピアノの方もね皆さんに応援いただきたく思います。今夜はねこんなところにしておきましょうか。あの前半ねダラダラとお話ししてしまいましたけれども、人はしょうもないことで悩んでますよ、今夜はこんなところにしておきましょうか。いつものようにチャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。いい夢見てください。おやすみ。